大逆転裁判ダイジェスト劇場その3。それではなるほど様、改めてよろしくお願いいたします。こちらこそぜひともお力添えお願いします。いつになく力が入っておりますね。何しろ今回はかの大英帝国編、気持ちも高ぶろうというものです。しがない島国のケチな小市民である僕としては、そういえば今のなるほど様は大英帝国での記憶もないのでしたね。それでは早速ロンドンで起きた出来事を振り返ってみましょう。すごい。これって本当に駅なのでしょうか。駅にせよ違うにせよ、これほどの建造物は見たことがございませんね。蒸気機関車があんなにたくさん。何なんだこの国は。さっと淑女の手を取るあの気配り、僕と来たらそれはもう立派な英国紳士だったようですね。なるほど様は生え抜きの日本男児でございます。僕って日本人だったんですか。そこもお忘れでございましたか。ロンドンに到着して間もなく、私たちが初めて担当した事件は失踪するオムニバスの中で起きた奇妙な殺人事件でございました。日本からやってきた素人の学生に弁護を依頼するなんて、何か事情でもあったのでしょうか。そうですね、何しろ担当検事様が異議あり。バロック・バンジークス教、死神と恐れられる検事様でございましたから、彼が立つ法廷で被告人の命が助かったことは一度もないのだとか。こんなのとやり合ってたんですか僕。それはもう難行苦行に先進バンク、挙句の果てに文字通りの粉骨砕身っぷりでしたとも。たとえ記憶が戻ってもこの国で生き抜ける気がしないな。これはまさに僕が窮地に陥ってる場面ですか。まさしく絶体絶命でございます。相手が死神検事なだけに冗談になりませんね。それそしてもう一つ忘れてはならない大切な出会いもございました。その通りなの。スサトちゃん、なるほどくん、久しぶり。まあアイリス様までそのようなお姿に。10歳にして医学博士な上に発明家で小説家ですか。先ほどまでとは別の意味で生きる自信を失いそうです。それについては私も同じ気持ちでございます。やあ諸君、相変わらずお揃いのようだね。あれ、あなたは確か。あ、ホームズ君、何しに来たの。そりゃ決まってるじゃないか。名探偵が現れる理由はただ一つ、そこに謎があるからさ。謎でございますか。やれやれ、君たちは重大な問題を忘れてしまっているようだ。すなわちミスターなるほどの記憶を奪った犯人は誰なのか。あ、そういえばあれは一体誰だったんだ。
結論から言おう。この事件の真犯人、それはこの中にいる。え？しかし残念ながら今回はここで時間切れのようだ。次回全ての謎が明らかになる。期待して待っていてくれたまえ。まさかまたしてもこの僕が容疑者だなんてことは。直ちにありえないと言い切れないのが辛いところでございます。